んにちは、ハイジーです。というわけで今日はこちら、デッカさん、デッカさんと一緒に街ブラしてましたら、はい、うん、すごいいい感じの看板見つけちゃいまして、丼がオール480円チャントンさんというお店でございまして、なんとキムチも食べ放題です。そう、まずこれにそそられて、まずこれでびっくりしちゃったんですよね。で、当てていきますと、こちらのラインナップがオール480円税込みでございます。でもね、デッカさんがですね、もうこれでもうテンション上がりすぎちゃって、全部食べれるって言い出して注文しちゃいました。5個だからさ、いや5個だよ、5杯、ご飯5杯っていう感覚で、5杯、まだどのサイズで来るか分かってないですからね。で、一応僕が怖いから手伝う意味でも、僕はこのハーフスンドゥブチキンにしておきました。こちら400円、はい、キムチお借りしてください。すごい、すごい、一人で4杯飲めるって嬉しい。そうだね、スープは想定外でしたね。スープでお腹いっぱいになる説もありますよね。でもこれ食べ放題嬉しいですね。これ美味しそうなキムチがね、デッカさん、茶色茶色、これ茶色茶色、ちゃんと一人前の一人前のサイズですよ。いや結構熱いです、そこ熱いですって。これで500円いかないんだよ、はい、めちゃめちゃお得。そこにまず感動して嬉しい気持ちが今止まらない。いやいや、これはもうこの辺のスター食うしかないでしょ。で、僕は一応これなんで手伝いはしますから。ハーフだもん ね、ハーフでこれでもいいよね。これめっちゃうまそう、めっちゃうまそうだね。うまそう、いただきます。これはうまいね。デッカさんが持っててもちゃんとね、サイズいい感じに見えますもんね。あ、うまっ、うまそう、うまそう、なんだかうまっ、めっちゃいい匂い、しっかりしてるしね。うまそう、柔らかい、絶対あ、すすごいですよこれ。卵つぶすところから始めていいのか。あー、これっすよね。これを、はい、スンドゥブ大好き、スンドゥブ。あ、貝も入ってる。どんくらい辛いのかっていうことなんですけれども、うわー、でも湯気とか辛さちょうどいい、具材の甘みを感じられるレベルで、初心者でも美味しい辛さだ。で、早いな、もうほとんどないじゃないですか。何食べてたんですか、ちなみに。分かってねえの。分かってないから。ちょっとメニュー言いたいから。JA ポップのどこか甘さがね、あるんですね。玉ねぎとか柔らかいんですけども、その辺のお野菜は結構シャキシャキしてるんですよ。あ、わかめスープ、やっぱり。丼ぶり一杯食べることでスープも飲んでるっていう。ちょっとリフレッシュ。大丈夫ですか、手伝ってもいいですから。うん、全然大丈夫。貝のエキスも染み出てるから、やっぱ余計に、そうなんですよ、重厚ですよ。ハーフでこの感じ嬉しいですよね、うん、で、なんならこれに追い飯してお腹いっぱいになりますもんね、ちょうどいいかもしれない。うん、本当美味しい。今すぐ追い飯したいですけど、どうですか、大丈夫ですか、デカさん。全然大丈夫。ライスだけ注文できますか。その一品一品のお料理で、具材の種類もね、ちゃんとしてますよね、多めで手が込んでる、そう、インスタ映えのハートの、本当だ、味が癖になるから、ご飯を待ってる間もちょっと止められないんですね。来た来た来た、はい、これはこれは、うわ、これいいいいでしょ、うわうわ、たまんない。やっぱこれご飯だわ、もうセットだわ絶対。ちなみに今お昼ご飯じゃないですか、朝って食べてました、食べて、何食べてきましたか。パン朝は普通なんですね。パン、うん、手伝いますから別に、食べれなかったら僕まだ全然いけるんで、うん、これ締めの気分になりますね。お椀下げられちゃってはいますが、あと一つ、あといっぱい、最後は豚キムチ。これが JA ポック丼じゃないですか。え、これは、あ、どうだ、これ JA 丼です。これ JA 丼ですね、はい、さっきの何、さっき何食べてたの。キムチ丼じゃないあの、なんかちょっと、あれ、赤いのキムチ丼、赤いタルビ丼、なんかあのちょっと甘いタレの鶏肉です。これぐらい入ってる。あ、じゃあタクルビ丼。あ、それがタクカル、ちょっと何か分からず食べてたんだ、この人。カルビ丼。ああ、えっ、めちゃくちゃ食欲進む、このここに来てこの濃さの味、5杯目にしてまだ進んでるんだ。全然味が違うから、ちゃんと違いがあるんですね、細胞が目覚める分かる、いい言葉、
うん、私はごちそうさまでした。おめでとう。普通に食べきってる。はい、ありがとうございます。はい、はい、ごちそうさまです。一応一番おすすめ教えてもらっていいですか。あ、丼の、はい、丼の何でした。覚えてねえじゃん。